大変申し訳ありません。個人的な見解なんですけど、北越戦争の原因を作ったのは、この岩村誠一郎です。ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子、馬王慎です。この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。只見線復活編第6話になりました。現在地はここに駅名表を出しているんですが、新潟県小千谷市の小千谷駅です。この旅行シリーズも後半戦になりまして、河合嗣之助という幕末期に活躍した一人の人物に焦点を当てているわけですけれども、今回の旅行動画はその河合嗣之助の人生をたどる旅第2弾にあたります。第1弾として、只見町にある河合嗣之助記念館と河合嗣之助のお墓を訪ねました。そしてお墓参りもしました。この小千谷は一体どんなつながりがあるのと気になると思うんです。今から説明します。この小千谷、実は河合嗣之助の人生におけるとても重要なターニングポイントになった場所なんです。動乱の幕末期に当時の長岡藩と新政府軍が激突した北越戦争、実は止められたかもしれない戦いだったんです。しかし運命のいたずらで戦争を抑止したい願いは叶わない形となってしまいました。そのきっかけになった出来事を、この小千谷という街を歩きながら2つの場所を巡って、1つは今回の旅の大元になる目的地あるんですけれども、その前に箸休め的に足を運びたいところがあるので、まずそちらをご覧いただいて、それからその目的地でなぜ北越戦争という悲惨な戦争が起きてしまったのか、そのお話をお伝えできればなと思っています。ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。早速今回の只見線復活編第6話、河合嗣之助の人生をたどる旅第2弾、始めたいと思います。ここは小千谷駅から歩いて1分と経たない場所にある地下道なんですが、このモニュメントの形何に見えるでしょうか。僕は一発で分かりました。これは錦鯉をかたどったものです。なぜ錦鯉なのか、小千谷は日本で初めて錦鯉の養殖を始めた場所だと言われているんです。間違っていたらコメント欄で優しく教えてください。勉強させていただきますので。これから向かう場所、本来の目的からは少し外れるんですけれども、最初に錦鯉の里というテーマパークに向かいます。錦鯉の里に関して良い知識はその程度です。ですから一緒に楽しんでいただければ幸いです。早速向かってみましょう。ほんのさっきなんですけれども、交番の女性のおまわりさんから、この蕎麦どころ和田さんおすすめですと教えていただいたので、もろもろ終わりましたら、美味しいお蕎麦をいただいて帰りたいと思います。この旅行動画の最終版でご紹介しますので、ぜひ楽しみにしていてください。小千谷駅角というバス停にやってきました。このバス停でバスに乗って、錦鯉の里の最寄りのバス停に向かいたいと思います。あと6分程度でバスが来る予定です。どうも、180円。本町中央というバス停に降り立ちました。ここから錦鯉の里は歩いて10分圏内ということでしたので、まずは錦鯉の里に足を運びます。なぜ錦鯉の里に先に行くのかというと、今回取り扱うテーマが少し重い内容だからです。ですから錦鯉の里で癒されていただいて、それから本題に入りたいなと思いますので、ご理解いただければ幸いです。バス停から歩き始めておよそ5分ほど、錦鯉の里の看板が見えてきました。この道を左に入ったところにあるようです。到着いたしました。ここが小千谷市錦鯉の里です。事前に撮影の許可いただいております。もう一度ですね、確認を取りまして、それから撮影を始めたいと思います。入園料と開館時間については、この表を見たら良さそうです。僕はまあ、成人男性なので、個人の場合、520円が発生します。というわけで、園内に入らせていただきました。チケット
理枠をね、この餌が100円で売られてたので、トイに餌をあげていきたいと思います。それからゆっくり見てもらおうと思います。そうしましたら、餌やりをやっていこうと思います。鯉がたくさん集まってきました。餌がここにたくさんあるぞ。おりゃおりゃ。このコーンも餌としてあげていいそうです。なるべく細かく砕いてあげたいと思います。ちょっと見づらいですけど。おれ。上手にできるだろうか。ああ、もういっぱいこぼしちゃった。ごめんなさい。ほんとごめんなさい。いっぱい食べてもっと大きくなるんだよって結局ダブルカメラの役割があまり果たされていないことに気づいた僕です。というわけで鯉の餌やりチャレンジでした。すいません、ただ散らかしただけでした。なんて大人げないんだ。じゃあここから先はゆっくり楽しんでいただけるように撮影を続けたいと思います。ここが一番大きい水槽なんだそうです。体長が50センチから70センチぐらいの錦鯉がいっぱい泳いでるんですよ。本当に綺麗な錦鯉ですよね。金魚みたいな鯉もいます。慣れないことに対する緊張からだいぶ汗をかいてしまってなんなんですけども、今から外の池へ向かってみます。本当にいっぱい集まってるな。これ多分餌をもらいたがってるんですね。水のあるところにこういう滝みたいなのがあると雰囲気がすごくいいんですよ。これが人の手で作られたものであっても、こちら側には稚魚も含めていろんな錦鯉たち泳いでますね。というわけで、いろいろとお見苦しいところもありつつ、長居をしてしまいまして、まあ、少しでも楽しんでいただければ、僕としても本当に嬉しいです。さて、そろそろ今回の旅行の本題に入っていこうと思います。河合嗣之助が北越戦争を避けるために臨んだ小千谷会談の、この舞台となったお寺に今から向かいます。
というわけで、ここからは本気モードの馬王審になります。錦鯉の里から徒歩で約10分ぐらい歩いたんでしょうか。現在地は小千谷市内にある次元寺というお寺になります。ここで河合嗣之助は故郷の長岡を戦火に巻き込まないために命がけで階段に臨みました。それが後の世に言う小千谷階段。その会見の場になったのがこの次元寺というお寺なんです。突然の訪問で撮影を許可していただけるかどうかわからなかったんですけれども、先ほど次元寺のご住職にお話をさせていただいたところ、ご好意で撮影をさせていただくことができました。それでいろいろとお見せしていく前に、まずどんな流れでこの小千谷階段が進んでいたのか、そしてなぜ北越戦争という悲惨な戦争は食い止められなかったのか、前回の只見町での第一弾よりもより深く踏み込んで話をしたいと思います。結論から言います。階段の場で河合嗣之助の前に立った相手が非常に悪すぎました。というのも、階段の場に現れた新政府軍側の人間、名前は岩村誠一郎と言います。当時若干23歳、ここに彼の年表を出します。ざっくりとしたものですけど、この年表を見ながら話を聞いてください。岩村誠一郎、後に明俊と名前を書いていますが、1845年の生まれで、1906年に亡くなってます。土佐藩、現在の高知県の出身です。まあ、いろいろと紆余曲折ありますが、一説によると高本龍馬に憧れて、それからいろいろな活動をして、最終的に新政府軍に参加しました。そして、会談の場に臨むわけなんですけれども、耳を疑う内容を持って会見の場をたった30分という短い時間で切り上げてます。彼の言い分はこうです。お前がやっていることは時間稼ぎだ。それでもやっぱり戦争を止めたいです。河合嗣之助にとっては、それでなんとか食い下がるんです。嘆願書まで持参してきたんです。それを全て跳ねのけて、次は戦場で刃を交える覚悟をしておけと言い放って会見の場を去っていったんです。取り尽くし間もないとはこのことではないでしょうか。で、大変申し訳ありません、個人的な見解なんですけど、北越戦争の原因を作ったのはこの岩村誠一郎です。ご子孫まだご存命だと思います。ご子孫がもし映像を見ていらっしゃったら大変申し訳ないのですけれども、北越戦争の原因を作ったのはこの岩村誠一郎です。そうとしか言いようがありません。これはタラレバの話です。もし会談の場に現れたのが長州藩の後に総理大臣となっている山形有朋であったり、黒田清隆であったりしたら、おそらく北越戦争は起きなかったと言われています。なぜか、新政府軍が血眼になってまで叩き潰さなきゃいけないほど、長岡藩はそんなに脅威ではなかったんです。それを叩き潰すべき敵に仕立て上げたのは、この岩村誠一郎と言われています。何しろ新政府軍の間でもこの岩村誠一郎とてつもなく評判が悪かったんです。旧長州藩士の間で彼なんて言われてたと思うんだ。長州の方言でキョロマって言われたんです。キョロマの意味、無思慮で軽率なやつという、そういう意味なんだそうです。事実ですね。後にもう一つ岩村誠一郎が重大な過失をやらかしてるんです。例としてそれをお話ししますと、西南戦争ありますよね。西郷隆盛がリーダーとなって明治政府と戦った西南戦争がご存知だと思うんです。その西南戦争の前に現在の佐賀県で起きた佐賀の乱、その佐賀の乱のきっかけになったのも岩村誠一郎と言われています。彼は佐賀の乱のリーダーと言われている江藤新平と、もう一人リーダー格と言われている人物がいたんですけど、ちょっと名前忘れてしまいました。彼が何か理由があって旧佐賀藩士の面々を引き連れて、当時佐賀県の県令を務めていた岩村誠一郎と会談を行ってるんです。詳しいことはわからないんですけれども、その会談において岩村誠一郎、旧佐賀藩の士族たちを公然と侮辱して罵倒したと言われてます。これが佐賀の乱が起きる一つの要因になったと言われてるんです。もちろんこれにはからくりがあったと言われています。岩村誠一郎の性格をよく分かっていた大久保利通が、佐賀県で江藤新平たちが反乱を起こすように、そのために県令として岩村誠一郎を送り込んだと言われています。一説によればという話ですけれども、そんなこともありまして、小千谷会談は多々る建設的な話し合いも行われることなく、一方的に中断という形に終わってしまい、結果として長岡藩、そして新政府軍にも多大な損害を出したまま3ヶ月の戦いを経て終結しています。長岡の町はそのために焼け野原になってしまいました。そして新政府軍が主だった犠牲者の中には西郷隆盛の弟もいたそうです。これを聞いて岩村誠一郎は北越戦争に対して何の責任もないと言えるでしょうか。そういった運命のいたずらとも言うべき悲劇が起きてしまった階段の場がこの次元寺と言われています。岩村誠一郎に対しては本当に良い評価が残っていないんですけれども、唯一ですね、評価が良くなる事例が一つだけありました。彼は後年愛媛県の県知事になっているんです。その時には彼なりに過去の過ち悔い改めたのかどうかは分かりませんけれども、愛媛県の旧士族たちを役人として徴用して人徳者にはなったようです。それにしてもそれまでのことを挽回できるほど
なのかどうかっていうことはちょっと僕には何とも言えません。それぞれご意見あると思いますので、まあ、そんなこんなで長くなってしまったんですけれども、ゴジラ会談の会見の場となった本堂の撮影も構わないということでご住職からいただきましたので、早速僕自身の目でも確認をしていきたいと思います。それでは早速境内に入っていこうと思います。山門の方ですね、仁王門というらしいんですけど、両側に提灯が吊るしてありまして、あれは何でしょうね、手を清める場所なのか、詳しいことはちょっと僕には分かりません。奥に見えるのが観音堂です。で、ここにゴジラ階段について記されています。本堂はこちらです。次元寺のお隣には幼稚園があるみたいです。ここにはお地蔵さんも立っています。ちょうどお寺と幼稚園の間に岩村河合会見記念碑ということで石碑があるんです。おそらく平日は子供たちの賑やかな声でいっぱいになってるんでしょうね。そしてここからが本堂になるんですけど、猫ちゃんが威嚇してます。歓迎してくれてはいないみたいです。大丈夫だよ、大丈夫だからね。ここから先が次元寺の本堂があります。ゴジラ階段の舞台になった場所が当時のままと聞いているんですけども、残っているそうです。上がってみようと思います。失礼させていただきます。あ、こっちですか。僕が会見の間となっております。あ、そうでしたか。失礼します。ご住職にご案内をいただきまして、会見の場、特別に移させていただいてます。そういえば何か YouTube で体験ドラマをしていましたね。体験ドラマしたのは、ほとんどおじやしの方。ああ、そうですか。ずっと練習していただいて、戊辰150年の時にここで再現劇を行いまして。そうですよね。僕も映像を予習も兼ねて見させていただいたんです。これはもう当時のまま残されてるんでしょうか？それとも多少修復をされた状態で残っているんでしょうか？ほぼ当時のままなんですけど、17年前になるんですかね。この本堂全壊してしまいました。なんか組み直して、地震から2年後、無事修復することできましたが、当時のままというわけにはちょっといかずに。すいません。ご住職にほとんどご説明いただいて、本来であれば僕が解説をするつもりだったんですが、にわかの自分が説明するよりも、ご住職にご説明いただいた方が、これからこの映像をご覧になる方にはすごくわかりやすいと思いますので、本当にありがとうございます。改めまして、ここがゴジラ階段の会見の場となった本堂の一室です。それで、仁王門の方でいろいろと岩村誠一郎の人となりについて説明をしたんですけれども、一つ彼の性格面について説明不足のところがあったので補足をさせてください。新政府軍がゴジラの周辺に陣を構えていた時に、岩村誠一郎がですね、周辺の村々から年若い娘たちを集めまして、贅沢なご飯を作らせていたという、そんな事件があったんです。それだけだったら別になんてことないでしょって思われるかもしれないんですけども、よくよく考えてください。当時は戦争状態にありました。非常時です。そんな時に年若い娘たちを連れ込んで給仕をさせていたなんてことが分かって、ただで済むでしょうか。しかも一介の軍人である人間が、もちろん彼はある人物を心底怒らせました。その人物こそ後の総理大臣山形有朋です。山形はそのようなだらけた岩村を見て、食事の場に現れるや盛り付けてあった食事を全てひっくり返し怒鳴りつけたそうです。そんな人物が階段の席に現れたんですよ。先ほどの話を思い出してください。まともな話し合いになるでしょうか。これが北越戦争を食い止められなかった悲劇の始まりと言えるのかもしれません。最後にこちらをお見せしたいと思います。会見の間参拝記念のスタンプです。北越戦争という悲しい悲劇の起こった、もう始まりの現場、改めてお見せするんですけれども、この悲劇というのをですね、遠く東ヨーロッパで起きていることと重ね合わせて、一緒に考える機会にしていただければと思います。というわけで、小千谷市の次元寺を訪ねまして、小千谷会談が行われたという本堂の会見の間を見てきました。どうだったでしょうか。
本来であれば食い止められたはずの戦争なんですけれども、歴史というのは皮肉なもので、実際には食い止めることができず、長岡の町は焼け野原になってしまいました。でも本当に無力な僕ですが、一言だけ河合嗣之助の魂に向けてこうお伝えしたいんです。あの北越戦争からおよそ150年が経ちました。いろんな問題が残ってますけれども、日本は内戦のない国になりましたよって、そんな言葉をかけたくなりました。それでは名残惜しくもありますし、短い滞在ではあったんですが、最後に小千谷駅前のそば処和田さんで美味しいお蕎麦をいただいて、この旅を締めたいと思います。途中で信濃川にかかっている朝日橋を渡りながら、この小千谷階段のことも含めて河合嗣之助に思いを馳せてみたいと思います。次元寺から歩き始めて約10分経過したんですけれども、ここが小千谷市内を流れる信濃川にかかっている朝日橋という橋です。見ていただいて分かるように、本当に川幅の広い大きな信濃川が流れてるんですよ。地図で見た時に心の底から感動しました。ぜひこの目で見てみたいと思いました。こんな立派な川が市内の中央を流れてるんです。これで感動しない理由なんてないと思うんです。でも逆を言えば、長岡にどういうルートで帰ったのかご存知の方いらっしゃるとは思いますけれども、河合嗣之助は選択肢をなくして絶望の中で長岡へと帰っていったのではないかなと、切なくなるんですよね。僕のわがままというか、ただ頑張りたかっただけっていう理由なんですけれども、次元寺から約25分ぐらいかけて、そば処和田さんという冒頭でご紹介したお蕎麦屋さんのところまで戻ってきました。重い話題にも触れてきましたので、これで箸休めになるように食レポをして癒されていただきたいなと思います。早速美味しいお蕎麦をいただきたいと思います。ごめんください。ぶしつけなお願いを聞き、届けていただいたそば処和田さんのご好意に甘える形で、早速お料理も来ております。新潟といえばへぎそば有名だと思うんです。それでもうへぎそば注文させていただきました。いつもの食レポ会であればメニューの紹介もするんですけれども、今回は他の方で尺を書きすぎました。なのでそば処和田さん、実際に足を運ばれた時に改めてこちらのメニュー表をご覧になって、メニュー選びしていただければなと思います。作りたてのものはいただいてますので、早速いただきたいと思います。こちらがそば処和田さんのへぎそばです。よりでお見せするんですけれども、ボリュームたっぷりのそばが一盛り載っておりまして、左にずれるとそばつゆがあって、醤油の香りが匂い立つようなそばつゆをご用意いただきました。下に行きます。里芋に見えるんですけど、とても美味しそうです。そして薬味とわさびがここにあって、これが疲れすぎて名前が出てこない、これにそばつゆを入れるということですね。たくさん歩いてお腹も空きましたので、いただきたいと思います。ぼちぼちといただきたいと思います。いただきます。こちらのそばつゆを器に注いでいきます。全部注いでしまいます。こぼさずにいけました。次は薬味です。流しながらは厳しそうなので、お箸で取って、こんな感じで。へぎそばは食べるの初めてなんです。だからマナー違反だって言われたら本当ごめんなさいということ、こんなもんでしょうか。薬味を少しします。いろんなところのお蕎麦をいただいてきましたけど、最初から取りやすい形で盛り付けてあるお蕎麦初めてですね。美味しそうでしょ。うん、噛んだ瞬間の噛み応えが僕の好みに合ってます。噛み応えがあって、これでいて喉越しも滑らかなお蕎麦が初めてかもしれない。今度はこちらの里芋をいただきたいと思います。美味しそうじゃないですか。舌の上でとろける素晴らしい里芋です。駆け足ではあったんですけれども、へぎそばいただきました。本当に美味しかったです。ではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、どうもよろしくお願いします。はい、そばどころ和田さんで美味しいへぎそばいただきました。ほんと数時間の滞在だったんですけれども、おじやしで親切にしていただいたことを忘れずに、そしてこの旅行シリーズしっかりとやり遂げられるように頑張っていきたいと思います。ではこの旅行動画もそろそろエンディングのお時間です。
再び小千谷駅のホームに戻ってまいりました。繰り返しになりますが、短い滞在ではあったんですけれども、河合嗣之助の人生をたどる旅ということで、北越戦争の発端となった小千谷会談の真相に迫ろうと思って、小千谷市内を旅した今回の旅行動画、振り返ってみれば小千谷の人々の優しさに支えられて最後までやりきることができました。そんなわけで今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。只見線復活編第7話は長岡で見つけました。1泊4400円のビジネスホテルが登場します。長岡駅から徒歩1分という立地にありますので、そういったものも含めてご紹介できればいいなと思っています。そして長岡のビジネスホテルを挟みまして、いよいよ只見線復活編最終回となります。同時に河合嗣之助の人生をたどる旅の最終章にも当たります。いろいろと盛りだくさんの内容です。ぜひ残り2つの旅行動画にもご注目いただきながら、この旅行動画も見返していただければと思っています。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。